谷間に命の花が二つ並んで咲いている。兄弟船は親父の肩に、肩は古いが湿気には強い、俺と兄貴のよう夢のゆりかごさ。私はこれもっと大きいかと思ったよ。もっと大きいかと思ってた。ああ、そうですか。うん、でもまあそばに行けばまだ大きいですよ。ああ、そっか、はい、遠くからだからね、はい、贅沢だね。あのぐらい30メーター前後ありますからね。30メーター、はい。あ、ねぶた以上大きいんだね、はい、あ、結構大きいですよ。うん、そっか。ここは全体に大体2キロありますからね。あ、2キロ。こういう感じが、私小説で読んでね、はい、南相撲の小説に出てくる、はい、あの人がね、船をあのなんか沈めたやつあるんですよ、壊して、はい、あれだ、どの岩、ちょっと分かんない、分かりませんね。いや多分ね、道か、あのあれかもしれない、右側の、まあそういうことにしておこう、まあ、向こうの船はあっちの方ですね。うん、そうだと思うよ。こっちはあまりこう大きいのはないないね。なんかね、船でね、函館から来てね、はい、登ってってね、そこから船を壊したんだよね。あ、ちょっと向こうですよ。あ、そうだね、はい、私もそんな感じする。あっちに行けばね、ちょっとガクッとだったら船がつきやすいところがある。あ、そう、はい、じゃあそっちだと思います。こっちはちょっと危ないので、しないと思いますよ。時間ある今日？いや、ちょっとないと思います。30分しかないからね。え、30分しかここない。あ、そっか、はい、残念だね。また来ればいいんだね。今度自分で来ればいいんだ。あ、朝早く乗って、うん、晩まで帰りの船があるのありますから。あ、そう、乗るようにすれば、はい、それは できるの。通常はできますよ。あ、じゃあ今度来た時ね、はい、丘に上がって酒を飲む時はいつも張り合う恋がたきけれども、大きいの場につけばやけに気のある兄弟かもめ、力合わせてよ網を巻き上げる。のおふくろさんに楽な暮らしをさせたくて、兄弟船は真冬の海へ、雪のすだれをくぐって進む。熱いこの地はよ親父譲りだぜ。
く片道荷物が一つ、あなたを追いかけここまで来たの。Happy Zaki!